はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エンディブログです。今日はいちご狩りではなくてさくらんぼ狩りでもなくてブルーベリー狩りをやります。ブルーベリーってそんなさ、たらふくお腹いっぱい食えるのかな。なんか気持ち悪くないですね。いや、わかんない、やったことないかまだお昼食べてないから、あの犬山に寄ってそこでちょっとお昼食べてから行こうかなと思って。ここで犬山に着いたよ。犬山の城下町に着きました。前一回来て動画も撮ってるのでチェックしてみてください。着いたよ。お、ここ。これ私たちの目的地で、これを食べたい。お、めっちゃ美味しそう、可愛らしいね、味噌田楽。このお店の雰囲気めちゃめちゃいいよ、ね、建物自体もめちゃ古いし、中庭もあるし、あと後ろにこれ可愛くない？テレビの中に水槽が入ってるの種類すごい、めっちゃ多そうじゃん。1、2、3、4、5、6、7種類。俺が5本、レナ2本だね。でこれ全部半分ずつ。どれから始めればいいの？左から、うん、味噌田楽って名古屋なのかな。うまっ。ソースめちゃめちゃふわふわしてる。次、緑のソース、わさびソースかな。ごめん、わさびじゃない。なんでしょう、わかんない。バカじゃなかった。教えて。うん、うまっ。はい、これ日本の伝統の味バカ舌の二人だね三つ目、柚子とか美味しいよ。これはピザ風。ピザ田楽。あ、本当だ。次は豆腐が緑になってる。食感もまた面白い。え、餅みたい。うん、ね、私はこれ結構好き。はい、最後だよ。シソ。梅ジソみたいな感じだね。あ、これもまた食感がいいし、ちょっと酸っぱいだし。おいしい、おいしい。うん、うまそう。きたきた、タカの好きな団子。やっぱ、一番あれがないよ、みたらし団子がない。本当だ味噌、きな粉、醤油、枝豆ショックショック。じゃあこれから行く。醤油と焦げがついてる。続いて焦がし味噌って感じかな。うわ、だから何、五平餅風。うん、焦げの風味がするからすっごい美味しくなってる。最後だよ、枝豆のペーストと。うん、これはうまい。だからあんこみたいなことでしょ。あの、高弘、ストップ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 。これ私だけ。ノー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 。本当だ。しかもさ、甘さもさ、ちょうどいい甘さじゃん。甘すぎず、ちゃんと枝豆の風味も生かす甘さ。アレンジがうまいね。このお店全部のアレンジが美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったですね。いや、本当にうまかった。はい、でかいね。すごい。モンスターキュウリ。
振りすぎてない？いただきます。言って、塩をつけすぎたよって言って。いや、だいたいこういうの塩つけすぎたらうまいから。塩がちょうどいいでしょ。はい、謝れ、高社長に謝れ。ブルーベリー狩り、ブルーベリーファクトリー着きましたね。まっすぐかな。かわいらしいね。あ、全部ブルーベリーだよこれ。あ、こういう感じなんだブルーベリーって。もうカフェもかわいいね。これ温室かと思ってた。裏側見ていただいて、全体的にしっかり青色に色づいているものが食べ頃になってます。はい、ということで食べ歩き、食べ歩きじゃない、食べ放題スタートです。時間無制限って言ってたよ。だからゆっくり、朝って夜帰るのが一番お得だよ。そういうことだね。3食ブルーベリー食べた方がいい。あとこれをもらってブルーベリーを冷やしてから食べたら美味しいよって言われた。いろいろ食べてみましょう。これとかでかい、プリプリだ。すぐに食べよう。あ、おいしい。うん、おいしい、おいしい。比べてみると、普通のブルーベリーとどでかいブルーベリー、やばくない？さっき奥にはタイタンだったっけ。ここ今プレミアってやつ、種類違うよ。あ、味違うわ本当に。うん、先の方が美味しかった。これラヒ、また種類違うんじゃない？いろんな種類あるんだね。プレミアとあんま変わんない。うわ、8八八八八、帰ろう帰ろう。ノビリス、これ何の名前なんだろう。品種の名前かな、それかオーナーさんが勝手につけてるのかな。一個一個の木に君はノビリスだねって、そういう子供みたいに飼ってるかもしれない。一番美味しい食べ方だよ。ここに入れて、うまくなるね。数分待って、なんか身がパンパンになるね。なんか引き締まるっていうか、うまい。もうだいぶ満足してた。休憩？多分500円分ぐらいしか食べてない。いや、もうちょっと食べたんじゃない？本当かな？いや、1000円分ぐらいは食べたんじゃない？じゃああと2倍ぐらい食べないと元取れない。これもお土産用のパックをもらって、美味しいやつだけピックアップして入れてください。どういうこと？これはこれを食べときます。ダメダメダメ、おい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 、ダメ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 。うん、うまっ。うん、なくなっちゃった。レナさん、バレた。すごい目だよ。レナさんの目は恐ろしいよ。戻ってきたよ。おい、ちょうだい。お願いします、社長。自分で行ってこい。おし、食べないから行って。はい、持ってるな。信じられない女だよって。 100粒ぐらいは多分食べたと思うよ、さすがに。最後のブルーベリー、うん、完了。はい、帰りましょう。よいしょ、食べましたね。はあ、食べましたねっていうか、別にお腹いっぱいでやめたわけじゃなくて、ブルーベリーの味に飽きてきてやめましたね。そう。ただこんだけ一日でブルーベリー食べたのないからね。ない。今日はここで終わりにします。私たちの週末のデートが楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。
ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。